脳はね音楽とても好きで音楽を聴くのも好きだし作るのも好きでやっぱり作詞作曲するっていうのはすごい才能だなと思うんですよでその時ね実はとてもとても面白い現象があるんですで今3つの名曲を言うんでこの3つの名曲にね共通してることは何かってちょっと考えていただきたいんですけどまずザ・ビ、えー l ル s の「イエス・タデイ」ですねポール・マッカートニー作詞作曲「イエス・タデイ」まあこれ名曲中の名曲ですよね そして2曲目がですねクレジー・ケンバンド横山健さんが作詞作曲した「タイガードラゴン」和田彦さんも歌いましたけど「タイガードラゴン」これが2曲目ですそしてですねあの北山治さんそして加藤和彦さんの「あの素晴らしい愛をもう一度あの素晴らしい愛をもう一度」ね三3つとももう名曲中の名曲じゃないですか一度メロディー聞くともうずっと耳に残るというかね ずっと歌い継がれていくであろう名曲中の名曲なんですけど、えー、ポール・マッカートニーの『ザ・ビートルズ』の『イエスタデ r そして、えー『タイガーえ <laughs> クレジット・ケンガマンド』と横山憲治さんの『タイガーンドラゴン』そして、えー『あの素晴らしい愛をもう一度』北山修さん加藤和彦さん、うん、さあこの3つの曲に共通していることは何でしょうっていい曲だっていうのはそうだと思うんですけど実はですねこの3つのつ曲は 言いますね、えー、作曲にかかる時間と演奏時間が同一であると <laughs> 作曲にかかる時間と演奏時間が同一であったとはいこういうことなんですねこれどういう意味かというとね普通我々その作詞作曲する作曲するっていうとねメロディーをいろいろ探りながらあこうかなこうかなってあのまあ生み出していくものだと思うじゃないですかところがですね この3つの曲はスルッと突然出てきちゃった曲なんですね。まずザ・ビ、えートンズの「Yesterday」からいきたいんですけどこれはもう有名なエピソードで、えー、ポール・マッカートニーがですね、ある時その、えー、この曲が突然あったそうなんですね頭の中にね。であのどうもどこかで自分が聴いた曲を覚えてんじゃないかっていうんでポール・マッカートニーが「あの」 まさすがにだってその他の人が作った曲を自分の曲だと思ったらまずいじゃないですか。でいろんな人にそのまあ周りの人にねあの聴いてもらったわけですよ。へイジョンこういう曲をさ俺どっかで聞いたと思うんだこれ誰が作った曲だと思うって言ってジョン・レノンが「知らないな」って言って「へイジョージあの私のこの曲は誰が作った曲だと思うこういう曲なんだけど」って言ってジョージ・ハイソンが「知らないな」って。Hey 私がこの作った曲こういう曲があるんだけどさ「イエスタデイっていう曲なんだけどこれ誰の作った曲だっけって言ったら「リンゴスターも知らないな」って言ってそれで1か月ぐらいずっと聞き回っててエプシぱタインも知らなくて「ポールさそれさひょっとしたら君が作った曲なんじゃないの?」って言って出てきたのが「イエスタデイというあの名曲中の名曲。 僕ずっと中学校の頃ぐらいから聞いてて失恋の曲だと思ったんですけどね「ファイシーハッ」テてーう語はねところがあれはそうじゃなくてあのポール・マカートニーのお母さんがポールが小さい時に亡くなってしまってそのお母さんの曲だっていうでもそんなことはどこにも書いてないじゃないですか名曲ってそういうもんですよねでなんかえっとジョン・レノンも小さい時にお母さんを亡くしてるのかなだからその二人の共通の経験を反映しててで 「FICYHATTYOGO」Why she had to go? とかねそういうのは全部お母さんのことらしいんですけど、まあ、とにかくそういうポールの無意識が出てきた曲つまりだから、えー、とポールの頭の中でいつの間にかできていた曲が y e s t デ r y なんですよだから作曲にかかる時間と演奏にする時間が同じだとういうことなんですよねであのー、次のですね、えーえー、クレイジーケンバンド横山健さんの「あのー、タイガードラゴン」なんですけど これ僕横山健さんと,、えー、とお話しする機会があってその時いろいろ聞いてお面白いなと思ったんですけどこれですねあの横山健さんはまずあの、うん、譜面は読めないとおっしゃってたんですねで譜面は書けないってでピアノも弾けないとあちゃんとはねずだからいわゆる、えー、と専門的な音楽教育は受けてないし、うん、とやで要するに自己流であの子供の頃から歌ってたんですけどだって言うんですけどこれがまた面白くてですねあの 横山健さんがそそののの時言ってたのはんとそのえメロディーを伴奏のメロディーを自分でその鼻歌とかそういうんであのテープレコーダーに吹き込んで,でそのテープレコーダーに吹込んだメロディーを元に歌ってたって言うんですよ。<laughs> ね、であのー、で同じクラスになんかピアノが弾ける子がいてでその子に、あのー「俺これから歌うからさ適当に伴奏つけてよ」って、あのー、なんか頼むんだけどそれはできないって。だからその ピアノのその専門的な教育を受けるってこととね、即興で音楽を作るってことはまた別問題だなあのだからこれいいですよね。だから今はだってテープレコーダーだけじゃなくていろんな録音機器あるわけだから、自分でメロディーをこうやって入れて、それに合わせて歌うとかそういう、だから天性のメロディーメーカーっていうかね、その横山健さんはまあそういう方なんですけども、だからその横山健さんはその なんか作曲するっテーーープレコーダーじゃないんですよ今ねあの IC レコーダーかな IC レコーダーとかそういうの持ち歩いててでそれをで歌を歌ってそれを譜面を起こす人っていうかそういうことをできるインストラメントとかねあの編曲とかできる人がまたいてやられる方でやられるようなんですけどちなみにこれはあのチャーリー・チャプリンの作曲の仕方と同じであのまあとなんていうかチャプリンはあの彼の映画音楽の曲をほとんど全部で作っ自分で作ってるんですけど「街の日」とか「ライムライト」とかね。 キッとかでそれもやっぱりチャップリンがこういうメロディーだって言ってそれをあの専門家の人が起こすようなやり方でやって,るようなやってたようなんですけどもまあとにかくあの横山謙さんそうやってあのメロディーを自分で作るっていうことについては子供の頃からやってた方なんですけどでその「タイガードラゴン」あの名曲ですよね。一応聴いたらもう最初からそういう曲あったんじゃないかなって思うぐらいの名曲で,であの曲がですねだからその本目に住んでらっしゃって横山謙さんが。 でボートがトンネル抜ければ海が見えるからっていう <laughs> で「俺の話を聞け5分だけでもいい」っていうあのメロディー進行ですねあれがだから、えー、と本物に向かって車で移動してる時に突然降ってきたって言うんですよあの曲がで「来た来た来た」って言って IC レコーダーで入れて作曲終了と <laughs> すごくないですかそれスルッと出てきちゃったらしいんですあの「タイガードラゴン」が。 いやーすごいですねでそういうどうもその「イエスタ・デイ」もそうなんだけど苦労してこのメロディーを探りながら作る曲じゃなくてスルッと出てきたっちゃった曲にどうもそういう力があるようなんだなとで加藤和彦さんこの加藤和彦さんねあの僕ほんと大好きでであの本当に幸運だったんですけど亡くなるね半年ぐらい前かな1年ぐらい前かな。 ラジオでねご一緒してお話を伺う機会があったんですよ本当に嬉しかったんですけどでその時にあのその期待もさんと作られた加藤和彦さんが作曲ですねあのあの素晴らしい愛をもう一度っていう曲が大好きなんですと申し上げたらね加藤さんがいろいろその時のエピソードを教えてくださったんですけど加藤さんがその時言ったのが仲間たちとなんかギター弾きながらふざけてた時にできちゃったって言うんです <laughs> なんか仲間たちとあのギター弾きながらこうやってノールやってた時に 突然できちゃって終わりっていうだから苦労して作詞作曲したというきちゃなくてそれがあの名曲「あのす晴らしい愛をもう一度」なんですけどまあ今ね3つの事例を挙げたんですがあのおそらくですね、えー、モーツァルトなんかもあの作曲の異様な量とそして、えー、なんというか。 クオリティを考えてでそれにどれくらい彼らが時間をかけられたかってあの映画「アマデウス」の中でも、えー、友達たちと飲んで帰ってきて、えー、それでなんかみんなが寝,寝てるんだけどモツワと起きて曲書いててできちゃったみたいなシーンあったと思うんですけどあのどうも名曲特にだからあの、まあ、曲っていろんな作り方あると思うんですけどそのパッと人の心を捉えて脳の中に入り込んできてでそこに。 とどまっている名曲ってどうもそういうところがあるようで、つまりさあスルッとできちゃうと、でまるで生き物のように最初からその完全な実態を持ってるっていうか、姿をしているっていうのがどうも名曲のようなんですよね。でこれはどういうことかってことですね。だからその脳の無意識の中で常にえっ、ー、とそのまあ例えば音楽にずっと接してて音楽をあのなんとか自分の中の大事な有機的な あの集合体力学的集合体として受け入れてる人っていうのはだからひょっとしたら無意識の中に常にこうやってなんかねあのそういう曲作りに相当する、まあ、ドットッとドットッと結ぶというかその記憶の再編成つまり特にこの時は実空間的に展開しているわけですよねあの音楽っていうのは。だただねその,そ,のその脳内表現はどうなってるかは分からないひょっとしたら脳内表現っていうのは例えば我々そうだなえー イエスだ「イエスタデーだった」イエスタデーっていう曲自体をあのなんていうか展開するためには2分ちょ僕あのよく <laughs> 子供の時歯磨く時あの「2分磨こう」ってねイエスタデー」のメロディーをこうやってあの頭の中で奏でながら磨いたりしてたもんですけどあのその「イエスタデー」って楽曲がひょっとしたら宿約表現されてなんかコンパクトに収まってるのかもしれない。 音楽を展開するためには2分かかるんだけどね。だけどそれがコンパクトに収まってるのかもしれないで。そのコンパクトに収まってる表現系のレベルで作曲が起こるという現象があるのかもしれないんですよね。だからそれが例えばモーツァルトが一つのシンフォニーを一瞬のうちに構想してしまったみたいなえ現象に繋がってるのかもしれないと。だそうすると、えー、例えばだからその まあ「イエスタディ」でもそうですし「タイガードラゴン」でもそうですし「あの素晴らしい愛をもう一度」でもそうですけどもなんかそのすごく熟練したっていうかそういうことをずっとやり続けてる人の脳の中でなんかそういう奇跡的なことが起こってねその、えー、と実際に音楽を演奏するとすると時間がかかるんだけどその,その前の宿、うん、約表現においてパッとできちゃうってことがあるのかもしれない。これは面白いですね だから想像っていうのはそういうなんかその祝約表現まあ例えばこれ文章でもあの小説が一瞬のうちにパーッと見えちゃうってうことはあるのかもしれないんだけどそれも一つの祝約表現として脳の中にあるのかもしれないですよね。いずれにせよですねこの我々の心に残る名曲があの一瞬でできちゃうっていうか本当に何てか即興であの やってもうそれがそのまま完成してるっていう現象があるってことは本当に面白いと思いますしあの逆に言うと即興ってことこの大切さあの我々今あの即興で何かをやるってことについてねあんまり文化的に持ってないじゃないですか昔はだからあのそれこそあのバッハとかそういう時って即興で何かやるってことはあったわけだけど今はんかそういうことってあんまりしないけども学校教育の中でもしないけども即興で何かをやるっていうことを続けているとそういう服薬表現の ででき方ってていいののが脳の中で鍛えられくだから <coughs> あの脳の潜在的な能力っていうのはものすごいものだと思うんですけどその限りもうかけがえのない名曲がそうやって出てきているっていう事実これはもう揺るぎもない事実なんですよね。だからそういうふうなことが現象が脳の中であるんだってことを知るだけでも何て言うか脳の可能性ってことに対する我々の希望が膨らむんじゃないかなと、えー、このように思っております。 ということで、えー、今日は、えー、正規の名曲は一瞬で生まれると、そういうお話でございました。ありがとうございました。